そうなんだ。じゃあ第1位。はい、1位。ついに。ああ。こんにちは。わあ。ボナールチャンネルのまさでーす。でーす。ボナー、ボナー。さあ、本日とんでもないコラボです。いやー、すごいですよ、これ。本当に。すごい。ウーム野球部さんのご好意によって今回里崎さんとコラボすることになりました。よー、元プロ野球選手すごい。いやーすごい。今日はね、実際ここにね、あの来てもらって召喚します。ゆうやんちにはあげさせないです。来ないです。まあ今回ね、リモートコラボということで里崎さんにね、僕らのチャンネルで映っていただいてですね、はい、ちょっとインタビューをしていこうと思うんですけど、まあ、限られた時間の中でなんですけど、うん、今回聞いていこうと思うのが、里崎さんが現役の頃にキャッチャー目線でどうしてもこのバッターを抑えることができないと思った選手トップ5聞いていこうと思います。わあ、気になる。いや、気になるよね、やっぱ。めちゃくちゃ気になる。めちゃくちゃ気になる。やっぱ俺らがさ、こう昔テレビで見てたの印象と多分どう違いがあると思うんだよね、正直。そうだね。で、しかも里崎さんのそのキャリア的にちょうど見てた世代じゃん。いや、ちょうど見てた世代よ。はい、ということでぜひね、皆さんも、まあ、こんな選手出てくるかななんて予想しながら見ていただけると嬉しいです。それではコラボいってきまーす。はい、はい、ということで本日リモートコラボということで、今回はなんと来ていただきました、ケンちゃんです。イエーイ。違います。ケンちゃんじゃねえんだよ。はい、今回来ていただきました里崎さんです。よろしくお願いします。里ちゃんに来ていただきました。やばいですよ、本物ですよ皆さん。いやもう汗ダクダクです。嘘つけ。本当だよ。いやありがとうございます。ありがとうございます。いや全然すごいですよ、テレビで見てた方と YouTube でコラボさせていただけると。まあでも本物ですよ。本当ですか？はい、偽物だったらやばいですよね。すごい、逆に。はい、ということで、今回の動画でではですね、里崎さんもう名キャッチャーですんで、はい、これを聞きたいと思うんですけども、何ですか？現役時代にキャッチャー目線でもうどうやってもこの人抑えらんないって思った人トップ5。あー、気になる。トップ5気になる。やっぱ俺らが見てるのと全然違うと思うんだよね、多分。うん、うんうんうん、だからちょっとそこをトップ5出してもらって、まあ、理由なんかも軽くつけてもらいながら。え、じゃあ日本人だけですか、外国人選手も入れてですか？もう全部入れて大丈夫です、全員。全員ですか？じゃあもうトップ5っていうか全員トップ1でいいですか？いや、それはちょっと。これもこの多分5人はコーズつけられないぐらいの。ああ、なるほど。はい、もうすごかった。まあその中でもじゃあ、5位からいきますね。そのもう本当トップ1だけど、その中の5位からいきます、ね、じゃあ。はい、お願いします。おー、気になる。ちょっと待ってくださいね、上から数えるから。 OK です。いや、めちゃめちゃ気になる。お願いします。はい、じゃあ第5位。はい、タフィーローズ。うわ、5位。まあまあトップ1かもしれないけど5位。タフィーやばかったっすね。やっぱそうなんですか。見ててもやばかったっすね、ほ、うんと、うん、に。いや、それはまあミーティングはするんで、こういう攻めしようっていうのはあるっすけど、その若干打席から離れながらインコースやっぱ強いし、アウトコースも届くから本当驚異的だったっすね。なるほど。低めのカーブとかも拾ってこうやるじゃないですか。はい、あれ見てる説あったっすからね。噂すごい。最後見てみたいな。なんかあの目が合うっていう人いたんですけど、僕は会った経験一回もないんですけど。だからそれも不伝説ですけど、コーナーの秘訣はそこにあったろう。いや、それダメだろう。だからあの最初で、ね、近鉄行ってからのジャイアンツオリックスですからね。はい、そうですよね。だからあのジャイアンツ行った時はホッとしましたけどね。ああ、合わないから。でもこれでもやっぱすごかったっすね。だってすごかったっすね。あの、なんか聞いた話によると、プロ野球選手ってバイク乗っちゃダメなんですよ。もう、なんでですか？怪我する可能性がある、はい、契約書にも書いてあるんですよ。そう、乗っちゃダメっていうの。はい、でもそのなんか特例で認められてたらしいんですよ。
そういうのあるんですね、やっぱそれくらいの実力って、あれ的なやつを。でも確かに打席立ったら打ってくれるなって思ってたもんね。しかも当たってからの飛距離が半端なかったっすね。じゃあ次4位、4位で、はい、お願いします。4位ははいアレックス・カブレラ。外国人食い込んできますね。いや55本が今並んでるから、これ多分3位王さんかもしれん。まさかの。ゆうやさん、はい、王さん対戦しないんで分かんないです。はい、すいません。あのもうそれ入れ出すと野村克也さんとか野村さんとか入れていただきたい。すいません。でもあの良さがちょっと伝えられきれないから、ね。アレックス・カブレラ、僕の打率3割3分3厘、ホームラン55本の時に最終戦ロッテ戦だったんですよ。はい、2003年かな。はい、でそれでカブレラ1番だったんですよ。おお、であのそれまでにいろんな広がった時も全敬遠とかね、もうその時ロッテは消化ゲームだったんで、うんうんうん、まあ、全敬遠とか、まあ、そういうのもまあ過去あったじゃないですか。はい、上原さん、はい、涙のペタジーニ、はいはい、あったじゃないですか。はい、でその時に当時あの監督だった山本浩二さんが、佐藤と、あ、ご勝負やと、おー、へー、はいって言って、でこれプチ情報ですけど、1打席目カブレラが出てくるじゃないですか。はい、で今の話は世の中の人誰も知らないですよね。はい、やっぱりその55本を超えられないようにしてきた日本球界の歴史もあるじゃないですか。で、まあ、山本浩二さんは元ジャイアンツなんで、はい、まあ、いわば王さんの後輩じゃないですか。はい、そうですね。その時に、はい、世の中的にもどうするのかっていう注目どころがあったんです。なるほど。一番最初僕わざとまたペーペーなのに敬遠の素振りしてちょっとなかなか座んなくて立ってて、エンターテイナーですね。ホテル入ってきて打席に入っても立ってたんですよ。はい、全員ザワ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 、うん、満員ですから、はい、ザワザワザワってなって勝負しろみたいなライオンズさんから、うん、で、あのカブレラもチラチラ見ながらで座った瞬間大歓声です。めちゃめちゃ楽しいっすね、それキャッチャーが。楽しかったっすよ。まあね、あの昭和ゲームだったんでそこまでの勝ち負けのプレッシャーがなかったんで、あ、うん、それでまあ結果的にホームランを打たなかったんですけど、まあその山本監督のね男気と勝負っていうねところも勝負室だなと思うし、まあカブレラとしてもね真っ向勝負の中で打てなかったから、まあ本人納得じゃないのかなと思いますけど。確かに、こんな感じだと思います。これエンドレス喋りすぎるからポンポン行かないといけない。そうそうそう、いやでも本当ありがたいです、ありがたいです。じゃあ3位も、はい、3位、はい、日本ハムファイターズ小笠原さんですね。いやガッツさんも本当にあのアベレージも打つし長打もあるし、うんうんうん、あの時のファイターズの、まあ、稲葉さん含めたあのクリーンナップはえげつなかったですね。やばかったっすね。はい、でレウドにも簡単にホームラン打ちますし、うん、確かに車内ながら踏み込んできて の, あのホームラン、レウドスタンドではね、なんか小笠原諸島のなんか観光親善大使かなんかなんでクジラのなんか持ち帰って応援してね。めちゃめちゃ覚えてます。で当時ねその新庄さんもファイターズ来て札幌移転してすごい強くなってきた時だったんで、うん、ダルビッシュとかが投げてね、あの本当にまあ、あの一緒に戦えてよかったんですけど驚異的だったっすね。ああそうなんだ。あ、じゃあ続いて、はい、第2位、2位、西武中日の和田さんですね。和田選手、右バッターで僕が対戦した中でもう本当に1位を争うのは和田さんかなと思ってるんですよね。何がズバ抜けてたんですか。まずね三振しないです。なるほど、この当たるこのラインっていうのが長いから、はいはいはい、手元から前までも長いんでこのミートゾーンが広いんですよね。結構振り方も結構独特ですもんね。であの若干開き気味に来てからの開いて手元で打つんで、インコースのさばきもうまいし、アウトコースもバットが届くんで、なるほど、三振取ったらガッツポーズだったんですよ。でまあね、ライオンズ和田さんもだから最初キャッチャーでね、伊藤さん、ね、中島さん、うんうん、和田さん3番手ぐらいだったんですけど、うんうん、まあそのキャッチャーの層が厚いからってコンバートして、あの金森コーチの教えでもあって一気にグワー伸びていって、本当に最強の右バッターじゃないですか。いや、MVP でいうと30歳以上で一番ホームラン打ったのが和田さんらしいんですよ。ヒット30歳以降のヒット数の数がすごいですもんね、和田選手。一番多分
張本さんとかもいるんで、ちょっとあれですけど、うんうん、一番すごかったっていう、そうですよね、記憶があるんですよね。確か30歳ぐらいまで100本ぐらいしかヒット打ってなかったんですよ。そうだから30歳以降でほぼ2000本打ったんですよ。体もの強さも尋常じゃないですよね。あ、そう、確かにそうですね、怪我も全然しなくて。和田選手第1位。はい、1位ついにホークスの松中さんですね。あー、三冠王だ。やっぱ平成の三冠王、あの、うん、広いね、今はあのホームランテラス、はい、そうですね、ましたけど、あの広い福岡ドームで当時宇宙館も入れてましたからね。なんかバット折ってホームラン打ったのありましたよね、確か松坂選手から、ね、インコースのストライクゾーンマジいけなかったですね。あ、へえ、インコースストライクゾーン行ったらもうライトスタンド突き刺さるんじゃないかっていう。へえ、そんななんだ。ファウルなんないでしょ。ああ、なんか松坂選手って逆になんか入れ、こう入れるみたいな、ついて打つんでファウルなんないから、インコースのストライクゾーン行くのにマジでこう気合いいったっすね。絶対甘くなんないでねみたいな。ああ、もうあれですか、こうリードしてても結構神頼み的なピッチャー頼み的な。だから結構アウトコースの出し入れで、はい、インコース忘れた時にインコース、だからインコースの使い方が肝だったですね。あ、逆にいつのタイミングでいつ行くのかっていうところをもう測りながらやってましたね。あとはもうアウトコースの出し入れと落とす低めとかでね、あのまともに勝負はできないって感じですね。そうっていうところありますけど、でもまともに勝負しないと次の打席に城島とかズレーとか。あの当時のホークスはそうだ。確かに。あの地獄のような。勝負しなきゃいけないです、逆に。ランナー溜めたらその後ドカーンってめっちゃデートなんですよ。いや、キャッチャーのプレッシャーすごいっすね。でもあのデータがあるんで、はい、やれることは少なかったとしても抑えれないっていうイメージは正直ないんですよ。本当にやったら抑えれる。でもミスコントロールとかは許されないよっていう、できることが厳しくなるだけです。なるほど。いいバッターとそうじゃないバッターっていうのは、できることが小さいかできることがいっぱいあるかの違いです。なるほど。全くどうしようもないっていうバッターはいないんですよ。でもリスク背負って勝負やなとかね、うん、行かなきゃっていうのがあるんですけど、そうでもないバッターっていうのはまあまあこんな感じでいけちゃうかみたいなね。なるほど、なるほど。このトップだけには投げないでねみたいな感じです。でもやっぱその全ての強打者といいますか、そういったところの弱点はある程度把握されてたんですか。そうです、弱点は全員にあるんですよ。うん、でも弱点の近くにあの危険ゾーンもあるんで、難しい。だからそこはもうピッチャーとの共同作業ですよね。なるほど。ミスコントロールで、あとは相手を惑わすように配球でなんとかしてね、だ通常通りに打たれちゃうとフルパワー出されるんで、はい、相手を迷わすことによってどんどんそれが下がってくるじゃないですか。うん、はい、だからその作業をしなきゃいけないんですよね。だからあの3連戦でいうと1戦目が大事なんですよ。あとに尾を引くって感じですか。そうそうそう、1戦目取ったらドーっていかれるんで、1戦目迷わして、うん、行くことによって次バトンリレーがうまくいくんで、だから1戦目大事なんですよね。そういう戦い方をされたんですね。なんかやっぱすごいあれですね、リーグ戦だからその後のことも考えてる、ね、うんうん、今日だけじゃないんで。あ、確かに。だから打たれたとしても普段と違うリードして、あれこういう攻めに変えてきたのかなっていう、その僕の癖を見せないように惑わさなきゃいけなかった、うんうん、打たれてもやらなきゃいけない作業があるんですよ。だからそれをやるのがレギュラー、一つのことだけで今日抑えればいいと思ってんのが補欠ですね。なるほど。すごい、今のめちゃめちゃいい話だ。ありがとうございます。ちょっと最後に、今の話は最後の締めに1個だけ聞いていいですか。はい、今のトップ5踏まえて、まあ、キャッチャーでなんかここがやっぱ一番大事だったなって思ったことをもうざっくりパッと言うと、感性ですね。感性、気づきっすね。あー、気づき。相手が引っ張りに来てんのか、反対方向遅い球意識してんのか、速い球意識してんのか、うんうんうん、そう、もう気づくこと、もうそれだけが大事ですね。もう資料なんて過去の統計なんで、確かに今のってことです。それも大事ですけど、今のことが大事なんで、その感性を研ぎ澄まして、その危険を察知する、行けるとこ察知するのが大事ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。キャッチャーを目指している方、皆さん気づきだそうです。ぜひ気づいてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、まあ限られた時間の中でなんですが、まあ、トップ1、5人ということでね。はい、ありがとうございました。実際は分かんないけど、まあ俺らでもね、もちろん知ってるようなもうトップ1の5人でしたね。いやー、そうだね、やっぱり
まあある種予想通り、予想通りっていうあれも変だけど、まあ、やっぱ名だたる面々でしたね。やっぱちょっと時間がこうギュッてなっちゃってたから、その、うん、もっと踏み込んでね聞いていきたかったんだけど、うん、まあちょっと今回許される時間ではここまでということでしたね。うん、まあでもやっぱすごいよね。もちろんテレビから見ててもさ、うまいな打つなと思ってたんだけど、うん、でもプロのキャッチャーから見ても相当すごい選手だったということが改めて分かったんじゃないですか。うんうん、まあ最後の方にはね、すごい、まあ、いい話もね、あのすっごいしていただいて、気づきだとか言っていただいたので、ね、はい、ぜひあのすごい参考になる話もいただけたので、ためになったなって思ったら、もうね、高評価ボタン壊れるまで押してってください。お願いします。そしてね、キャッチャーやるみんなはしっかりと感性を研ぎ澄ますような日常生活を送ってください。はい、ということで、その他ボナールにやってほしいことはコメントお願いします。はい、本日の動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録やフォローよろしくお願いします。また明日。ありがとうございました。あとミルクボーイの宇都美さんです。似てるね、確かに。確かに似てる。あとせいやさんです。いや、多いっすね。多いっすね、似てる人。